お、5月13日土曜日。今日もいい天気。BL 学園最初の朝か。寮も綺麗だし、ベッドもふかふかでよく眠れたし、なんか幸先いい感じだよな。おお、明るいな。いい部屋。やっぱりカレーっぽい匂いがする。もしかして朝ごはんがカレーなのか。考えたらお腹が空いてきた。待ってろ、朝ごはん。めっちゃ綺麗。これが BL 学園の朝ごはんか。やっぱりカレーだ。朝からカレーなんて珍しいな。でも本格的で美味しそう。いただきます。バク、美味しい。よ、朝から元気だな。 おはよう。トモも今からご飯？ああ、食べないといけないのは分かってるんだけどな。朝からカレーって気分じゃないのか？朝だからじゃないって。カレー苦手なのか？いや、そういうわけじゃ。この寮の食堂の料理は洋館が作ってくれるんだけど。ちなみにママ洋館で、寮の管理人のこと。あれは寮長か。そう。へえ、料理を作る人がいるんじゃないんだ。いや、食堂のおばちゃんもいるけど、メインは寮館なんだ。じゃあこのカレーはその人が作ってくれたのか。本格的で美味しいよな。こんな味を出せるなんて、インド人だったりして。おはようございます。おはようございます。あなた、見ない顔ですね。初めて見るです。あなたは。私、ここで寮館をしているです。あなた、ここに来るの初めてですか？本当にインド人？はい、そうです。私、インドから来ました。よくわかりましたね。カレー作ってくれるインド人なんてベタすぎだろ。気持ちはわかる。何か？あ、いや、なんでもないです。俺、朝比奈です。1年生なんですけど、事故で入学が遅れて。だから、この食堂に来たのも今日が初めてなんです。あなたでしたか。話、聞いてたです。よろしく、朝比奈さん。よろしくお願いします。私、ラージェンドラ・ランジット・パチャウリです。ラージェン長い。私の名前、日本の人には覚えにくいですね。パチャウリーさん。だからあなたも気軽にドラちゃんと呼んでくれるといいです。ドラちゃん。はい、じゃあ改めてよろしく、ドラちゃん。よろしくです。ドラちゃん、よかった。最初は驚いたけど、日本語上手だし優しそうだ。それにこのカレー、ドラちゃんが作ってくれたんですよね。本場の味って感じで美味しかったです。どうもありがとうございます。やっぱりインドで修行したんですか？修行？コックの。私、コック違います。研究員です。ベルラボラトリーで研究するため日本に来たです。ベルラボラトリー？この学園のある島の中に鈴菱グループの研究所があるんだ。それのこと。海野先生元気かな？はい、そこで研究員してます。鈴菱グループの研究員ってことは、かなり優秀な研究者ってことだな。だよな。そんな人がどうして旅館やってるんですか？私、日本に来たから日本のこといっぱい知りたいです。寮はいろんな人たくさん。それにこの学校とても面白い。興味津々です。だからここで寮館してます。なるほど。でも研究員やってて、こうやってみんなのご飯まで作るなんて大変じゃないんですか？私、生徒さんにインド知ってもらいたい。だからインドの料理振る舞うです。それに食堂のお姉さん、みんな優しい。みんなでお料理楽しいです。ドラちゃん、食堂のおばちゃんに人気だもんな。はい、みんな親切でいい人です。それでは私、キッチンに戻るです。夜ご飯も張り切って美味しいご飯いっぱいいっぱい作ります。楽しみにしてます。はあ、ほ
本当にインド人だったとは。なっ、てめえは何喜ばしてんだよ。あ、ヤガミ、おはよう。なんで居つけるんだよ。なんでじゃねえよ、バカが。旅館調子づかせてんじゃねえ。え、いいじゃないか。朝ごはんも美味しいし、それに夜も頑張っていっぱい作ってくれるって言ってたよ。え、なんだよそのため息。まあ確かにうまいんだけどな。でも全部同じ味じゃねえか。同じ？うん、肉も野菜もスープもサラダも何もかも全部カレーの味しかしねえ。一応違うスパイス使ってるらしいぞ。んな細かい違いがわかるかよ。どいつもこいつもカレー味だっつーの。このカレー味だけを毎朝毎晩ずっと食べ続けることを想像してみる。朝は嫌やな。カレー味を毎朝毎晩ずっと。カレー味じゃなくてカレー味だけをだ。カレー味だけを。それはちょっと。さすがに飽き飽きしてくるってわけだ。もう髪の先までカレーが詰まってる気がするぜ。だから余計にみんな学食で食べる昼ご飯を楽しみにしているんだ。なんてったって学園の学食じゃカレー味じゃないもんが食えるからね。そして園田さんの言う学食の人気が高まっていって、結果的にデュラックの人気も高くなってるんだ。あ、なるほど。でも俺は素うどんとふりかけご飯しか食べられないわけか。お気の毒様。ここでの食生活厳しすぎるかも。それはまあ気の毒すぎっかもな。はあ、でもこのカレーは美味しいよ。おめえは一生カレー食っとけ。とりあえず朝からお腹いっぱいで幸せだ。お前ってほんと単純だな。やあ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 、朝比奈くん、おはよう。あ、おはよう、おかけ。ところで君はもうこれを見たのかい？ん？新聞？今朝発行されたばかりの学園新聞だよ。このトップ記事を見たまえ。昨日我らがベルリバティスクールにおいてエース交代が行われた模様。前生徒会長服部二之助よりエースの証を受け継いだのは。これなんだよ。そう、君のことだよ、朝比奈勇気くん。朝比奈勇気は新入生だが、入学後1ヶ月間姿を見せず、昨日突如として現れたものである。突如ってちゃんと連絡してあったぞ。クラス分けは美術、音楽、体育を含め全てレギュラーってこんなことまで。そのポテンシャルは未知数なれど、他人より運がいいという特殊能力があると自称しているとのこと。現実に昨夜デュラック主催による歓迎会でジョーカーより挑まれたくじ引き勝負、これにて新エースは見事勝利を収めているものである。こんなことまで載ってる。そして特筆すべきこととしては、新エースは UFO を含めこの世のあらゆる不思議に強い興味を示している。はあ？なおこれらの情報は全て新エースのクラスメートである岡崎健氏からの提供によるものである。で、おかけ、やっぱりお前か。なーに、新聞部に聞かれたから答えただけだ。だからって誤情報流すなよ。へえ、懐かしいな、学園新聞か。なって、この声。え、トップニュースになってるなんて、君ももう学園中の人気者だな。こんなんで人気者になって。じゃないこれ。ケケ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 ケータ。誰だろうこの人、先生かな。ケータ。でももしかしたら大変なことになるかもしれないよ。夏子の声を、なんか今大振りのさ、泉くんの声すると思った一瞬。なんでそっち行ったんじゃな。ケータやんな。ケータ、大変なこと。この学園の人たちはお祭り好きだから、なんか勝手な憶測がついてすごい噂になったりして。でちょっと大人っぽいさ、
声にしてるよね。ヘータ、伊藤先生、僕は憶測ではなく事実に基づいた情報を提供して泣けてくるね。伊藤先生、やっぱり先生だったんだ。あ、ごめんごめん、そういえば自己紹介してなかったな。俺は伊藤啓太、君たちの副担任で担当教科は歴史。歴史なん、啓太。僕が一番苦手なものや。担任の榊先生は忙しいから、クラスのことで悩み事があったらいつでも俺に相談してくれよな。いいんですか。俺もこの春からの新任教師だけど、あ、本当、この学園出身の OB だから大抵のことは分かってるからさ。啓太がだって1年生で7年後の話って言ってたから、もう新卒でってことか。はい、よろしくお願いします。俺の方こそ。それにしても大変だったな。火山の噴火のせいで飛行機が飛ばなかったんだって。そうなんです。検証で海外旅行が当たったから、卒業記念ってことで春休みに家族みんなで南の島に行ったんですけど、そしたら島の近くで火山が噴火しちゃって。大変な旅行になっちゃったんだな。無事だって話は聞いていたけど、1ヶ月も来ないから心配したよ。すみません、入学が遅れちゃって。でも無事で何よりだな。ありがとうございます。ケータ、なんか大人っぽくなっちゃってさ。ケータ先生か、伊藤先生か、厳しそうな榊先生と違って話しやすい先生だな。この学園にもこういう先生がいるんだな。絶対これ入社やろ。教職なんか絶対取ってないでこの人。チームだ。みんなも教室に入って。今日は榊先生が忙しいから俺がホームルームを担当します。わー、今日も一日頑張ろうな。放課後。今のよかったね。放課後。やあ、朝比奈くん、張り切っているようだね。どうだい、これから僕と一緒にオカルト研究会の部室に来ないか。いや、俺は生徒会の仕事があるから。放課後大好き。そう言わずに、僕と一緒に謎と神秘に満ちたオカルト世界を堪能しようではないか。放課後、恋の予感って感じ。俺もう行くな。それじゃあ。朝比奈くん、オカルトは素晴らしいのだよ。おかけをスルーするのに早くも慣れてきた気がする。うん、立派だ。2日目だからかな。さてと、生徒会の仕事始めるか。楽しそう。失礼します。もい、早速来たな。だって俺生徒会長だから、早く仕事を覚えたくて。感心感心。生徒会といっても昨日お話ししたように大した仕事はありませんが。でも高藤さんたちがしてる仕事があるんですよね。それを教えてください。猫のおやさやじゃない。では新生徒会長に蛍光灯の交換をお願いしよう。蛍光灯、そんなのも生徒会の仕事なんですか。うん、むしろそういうものばかりです。確かに雑用係だ。でも学校の中を見て回りたいし、ちょうどいいか。やってくれるかな。もちろん。いい返事だ。交換依頼が来ているのはプール、保健室、デュラックの3カ所です。もうなんか選ばそうとしてるやん。どこも支給ではありませんから、お好きに回っていただければいいでしょう。回っていいや。今日は土曜日だからな。ついでにゆっくりクラブ見学でもしてくるといい。了解。場所はわかりますか。大丈夫、適当に回ってみます。じゃあ行ってきます。そんじゃどこから回ろうかな。わ、ワクワクするねこれ。プール、デュラック、保健室。あ、いや、一番興味あるのは保健室やね。でもその次にプールだからね。一番初めにデュラック行かせてもらいたいます。デュラックか。そういえばデュラックって風紀委員と会計が合体した組織だったよな。どんなところなんだろう。まさか生徒会室みたいにボロいことはないと思うけど、ジョーカーさんたちのことだから黒で統一されたりしてるのかな。それとも風紀委員っぽい硬い感じかな。ちょっと楽しみかも。あの生徒会の仕事で蛍光灯を取り替えに来ました。ドアなら開いてるよ。失礼します。
うわー、カードテーブルにルーレット台にスロット台、ここってカジノ。デュラックへようこそ、新エース君。なんかこの部屋すごいですね。まさかこんな感じだとは想像してませんでした。驚いた？このテーブルってカジノとかで使うやつですよね。うん、いいだろう。生徒会の人には遊ばせてあげないよ。いえ、遊びたいってわけじゃ。ここってもともとゲーム同好会が使ってた遊戯室をデュラックの部屋として使ってるんだ。なるほど。まさか重要な決議をゲームで決めたりしてないですよね。さあどうだろうね。否定しないってことはそういうこともあるのか。キヨ、お待たせ。あれ、君来てたんだ。こんにちは、園田さん。お、園田さんからすごくいい匂いが。もしかして早速劣悪な生徒会に見切りをつけて俺たちにつく気になった？違いますって。それよりこのエース君は君が手に持ってるものが気になって仕方ないみたいだよ。うん、これ。なんですかそれ、すごくいい匂いがします。ああ、これはね、カッパ。うわ、美味しそうな水餃子。惜しいけど外れ。これはペリメニっていうロシア料理。ペリメニ？うん、ロシアの家庭料理で僕のソウルフードなんだ。僕のルーツはロシア系だからね。クォーターだっけ。祖父と曽祖母がロシア人なんだ。へえ、そうなんですね。初めて見た時から外国人っぽい雰囲気だとは思ってたけど、ロシア系だったのか。ペリメニはラビオリや水餃子に似てるけど、包み方と味付けがちょっと違うんだ。ほんとだ、帽子みたいな形してるし、白いクリームがかかってる。それはスメタナっていうロシアのサワークリーム。バターの香りと混ざってなんとも言えないいい香り。エイジの作るペリメニは最高に美味しいんだよ。完璧に僕好みの味に仕上げてくれるからね。あきよ、食べる前にお代よろしく。はい、毎度どうも。今日はデュラックの仕事が忙しくてさ、ちゃんと昼が食べられなかったんだよね。だからエイジにデリバリーしてもらったんだ。今日はじゃなくていつもだろ。デュラックってそんなにいつも忙しいんですか？違うって、いつもなのは俺が料理を作ってあげてるってこと。キヨは味の好みにうるさいから、俺の特性じゃないと食べないんだ。ちゃんとその分の代金は払ってるだろ。まあそうだけど、あんまり時間外だとデリバリー代も上乗せするからな。はいはい。それより冷めないうちに早く食べなって。ああ、いいな。うらやましい。あの湯気と匂いだけでたまらない。美味しそうでしょ。あ、はい。うう、ごっくり食べたい。はい、もちろん。それじゃあん。あ、パクでもあげない。ああ、やっぱエイジの料理は最高。当然。ひどい、見せつけるだけ見せつけておいて目の前で食べるなんて。君が生徒会長でいる限りはダメだよ。そんな。ああ、どうして生徒会に冷たいんですか？どうして自分が生徒会長にならないんですか？ああ、いや、こっちかな。どうしてこんなに生徒会に冷たいんですか？僕たちと生徒会が仲良しこよしじゃ真剣にゲームができないでしょ。ゲーム？そう、君たち生徒会が僕らに明確な敵意を持って挑んでくれた方が勝負にリアリティが増すだろ。敵意を持たれるのって嫌じゃないですか？全然。だってその方が面白いじゃないか。面白い？それに対立構図にした方がみんなもどっち側につくのか分かりやすいだろ。みんなってこの学園の生徒ってことですか？そういうこと。こういう人が戦争を生むんやろうな。そういうものなのかな。君たち生徒会は僕が前のエースをひどい目に合わせたと思ってるかもしれないけど、勝負を挑んできたのはそっちだし、僕としては結構元エースとの勝負は楽しんでたんだけどな。だけど彼の方が勝手に逃げ出しちゃっただけ。うん、
もうちょっと彼で遊びたかったのにな。やっぱりジョーカーさんがいじめすぎたのが原因だと思うけど。だからさ、彼がいなくなってどうしようかなって思ってたんだよね。他の生徒会の先輩たちじゃ僕のゲームには付き合ってくれないだろうからさ。でもそこへ君が現れてくれた。俺？そう、エースの証を手にした君がね。だから新しいエースが決まってくれて僕も嬉しいんだ。これで退屈せずに済むからね。そういえば前のエースってどこに行ったんだ？え、さあ、俺もあれっきりで、というか誰も知らないみたいですよ。もうそんなのどうでもいいじゃない。だって代わりがいるんだしね。え、ゆうきくん。俺蛍光灯変えますね。うん、よろしく。なんだ今のジョーカーさんの目、なんかゾクッときたぞ。これでよし、交換終わりました。それじゃ失礼します。うん、逃げられちゃった、うん、もうちょっと彼と話したかったのに。近くないかい？意外と勘はいいのかもしれないよ、彼。何しようとしたのですか？だね。それにしても、キヨも甘いな。何が？どうせなら、食事だけじゃなく、もっと締め付けをきつくして、強引に引き入れちゃえばいい。締め付けないでくださいよ。あの程度の子なら、簡単にこっちに落ちるんじゃない？それは違うよ、エイジ。うん？よく見たらエイジさんの髪の毛おちょくってる、おちょくってるってじゃない、ななないじくってるじゃん。こういうのは結果を焦っちゃダメなんだ。こういうことはタイミングが大事だからね。相手のことをゆっくりじっくり観察して泳がせなくっちゃ。狩りを楽しむのはそれからだよ。確かにその方が確実か。なんか勘違いしてるね。狩るのはこっちや。関われなくてよかった。さてと、次は。じゃあプール行こう。新田さんやね、多分。プールだ。新田さん。プール。うはー。おお。広い。すごい、なんか飛び込み台みたいなあれで大きい。さすがは BL 学園だな。と、仕事。すみません。生徒会です。ご注文の蛍光灯交換に来ました。おい、あいつだぜ。なんか見られてる気がする。お前が例の新エースか。はい、朝比奈勇気です。よろしくお願いします。なるほどね。ま、やることやってくれればエースなんて誰でもいいけどな。はあ、この学園の生徒はたとえ声には出さなくともほとんどがデュラックの味方だ。オカケンが言ってたのはこのことか。本当にみんなデュラックの味方なんだな。まあ俺は俺の仕事をやるだけだ。それで蛍光灯の交換っていうのは？ああ、更衣室のだよ。場所は奥の扉の向こう。大丈夫か？一人でできるか？大丈夫です。練習頑張ってください。終わりましたよ。おご苦労さん。もし何かあったら言ってください。いつでも見に来ますから。ご苦労さん。俺は練習に戻るから。ちょっとだけ練習見てっていいですか？みんなが泳ぐところを見たいだけなんですけど。いいぜ、ただし邪魔すんなよ。中入って。はい。さてと、やっぱりすごいなこの設備。あの上の方の台って高飛び込みだっけ？競技用の飛び込み台なんて初めて本物見たよ。それに泳いでる人たちも早っ。オリンピックに出られるくらいのスピードなんじゃないか。すごい迫力だ。え、今何か足元で動いたような。なんだ。首になんか冷たいものが巻きつい。マロ、お前だったのか。びっくりした。すみません、お騒がせしました。みんなあんまり驚いてないな。俺の声ぐらいじゃ驚かないのか。さすがの集中力だな。
にしても脅かすなよな、マロ。いきなり足を伝ってくるからびっくりしたぞ。新田さんは？お前一人なのか？ん？上を見上げて、あ、新田さん。おい、あー、そっか、上におるんや、飛び込み台におるんや。飛び込み台の上にいる。ってことは新田さんは飛び込みの選手？スイムのホープだってのは聞いてたけど。すごく高い。あんなところ怖くないのかな。でもなんかすごくキリッとしている。新田さんってあんな真剣な顔もするんだ。すごく精神集中しているって感じで。飛んだ。すごい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 。そこの1年見学か。はい。新田さんって飛び込みの選手なんですね。水瀬か。うちのホープだよ。あんな高いところから飛び込んで軽々とくるくる回るなんてすごいな。ああ、水瀬は踏切のジャンプが高いから軽々やってるように見えるかもな。踏切？確かにすごく高く飛んでから飛び込んでたような。踏切のジャンプは採点にも関わる重要なポイントだけど、どうしても前の方に飛びがちなんだよ。飛び込み台のプラットフォームに頭や体がぶつかることがあるからさ。でもできるだけ垂直に高く飛べば、その分滞空時間が増えて演技に余裕も出る。なるほど。だからあいつの飛び込みは伸びやかだろ。はい、そうですね。それに水に落ちた時もすごく静かでしたね。もっと派手に水しぶきが上がると思ってた。そう、音もしぶきも上げない見事なノースプラッシュだ。飛び込みは回転して終わりじゃない。入水の時には体勢をまっすぐに整え、水しぶきを抑えないと高評価は得られない。水瀬はフォームと入水の美しさでかなり評価されてるんだよ。こないだ雑誌でも書かれてたな。雑誌に載ったんですか？ああ、飛び込みの競技人口は競泳やシンクロに比べて少ないけど才能があれば注目を浴びるよ。こっちも負けてらんねえな。あ、次行きます。新田さんってそんなすごい人なんだ。あれ、エース君？おい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 、マロも来てたんだ。見ましたよ。新田さんが飛び込みの選手だなんてびっくりしました。そう？はい。2秒くらいの間に3回か4回か、とにかく数えられないくらいくるくる回ってましたよね。3回半、このくらい回るのは普通だよ。そうなんですか？いや、あかんてあかんて。どうしたの？いえ、なんでも。なんでならちょっとドキッとした。前髪が降りてるせいか雰囲気違うし、今の笑い方も。それに上半身裸だし。いやで、どうだった？見てた感想は。お、かっこいい。かっこいい。すごくかっこよかったです。俺だったら絶対飛べませんよ。あんな高いところに上がるだけでもビビりそうなのに。でも新田さんはあの台の上でキリッとしていて、すごく集中してて、その顔見た時からすごくかっこいいって思って好きやんけ。おい、そんなに褒められると照れる。新田さんいいね。褒めるも何も本当にそう思ったんです。飛んでる時なんてもう目を奪われて思わず生つば飲み込んじゃいました。あんなすごいことを軽々やれるなんてかっこいいです。わーい、褒められちゃった。それにん？何かな。あ、服着てる時は細く見えるけど結構筋肉ついてるっていうか、いい体だなって。やだ、エッチだ。エッチなんですよ。エッチって、あの、俺は別にそういう意味で言ったんじゃ。痛い痛い、やばい、やばい、マイクに歯当たった、やばい。ごめんなさい、汚いね、ごめん、みんな歯ぶつけた今。エッチエッチ、エース君のエッチ。おいおい、やめろよ、バカにしやがって。いい、飛ばせず。新田さん。あー、録音してない。新田さん、エッチエッチ、エース君のエッチ。オッケー。
新田さん稲瀬早く戻ってこい。はいはい、今行きます。呼ばれちゃったからもう行くね。いや新田さんいいな。はい、練習頑張ってください。うん、そっちも頑張って、エースくん。はい。ふう、新田さんの意外な一面が見れたな。よし、そろそろ行くか。さてと、次はおい、保健室しかあまり余っているか。保健室に行こう。あれ、なんかこの辺り張り紙だらけだな。うわ、これ武術棟みたいな、他と雰囲気が違うっていうか。動物行動学のテストに協力してもらっていたワニが行方不明です。見かけた方は生物までご一報ください。そこら辺にワニおるってこと。こっちはクラブ島にワニをうろつかせていたバカ野郎はとっとと出てこい。上に追加の張り紙がある。ワニにはエリーゼちゃんと名前をつけた。もう返さない。情が湧いたな。変な学校で保健室は朝日奈じゃねえ。おう、レオンさん。あれ、ヤガミ、その肩からかけてるのってもしかしてギター？で、派手なドア、軽音同好会？え、ヤガミってバンドやってんの？それじゃあギターとか弾けるのか？足りめえだろ、何言ってやがる。学園部にはいなかったね。ギター持ってるやつが軽音同好会の部室から出てきたんだ。弾けなくてどうするよ。すごいな。そういうこともあるやん。ギター弾けるんだ。別にすごかねえ。すごいよ。俺は楽器とかはからっきしダメだから、そういうの弾けるのってなんかかっこいいよな。で、何しに来た？入部希望か。そうだ、俺保健室に行くところだったんだ。保健室？具合でも悪いのか？そうじゃなくて、これ蛍光灯。そう、生徒会楽しい。これの交換に行くところだったんだ。学園ヘブンってな。なんだよ、パシリかよ。パシリじゃなくて仕事だよ。生徒会が頼まれた大事な仕事なんだからな。ただの雑用じゃねえか。それにここはクラブ棟。やっぱり保健室だったら別棟だっつうの。いや、僕の方がベロリバティスクールについて詳しいやん。お前ここクラブ棟やと思ったもん。なあ、間違えてたのか。道理でどれやろうだぜ。なあヤガミ、保健室ってどこ？うん、日当たりの悪いとこに決まってるやろ。保健室は知ってるんだろ。教えてくれよ。いちいちめんどくせえ野郎だな。いいか、保健室行きたきゃそこのドア出て左、昇降口から入るのが近道なんだよ。そっから入りゃ右手すぐが保健室だ。丁寧に教えてくれてサンキュー。説明上手。てめえがあんまりとろくさいからだっつの。でも助かるよ、ありがとな。それじゃあ行くよ。かわいい。本当は八神がギター弾いてるところも見てみたいけど。うん、そこまで言うなら寄ってくか。お、どうよ、重低音のグルーヴ感がたまらねえだろ。な、何言ってるか聞こえない。来た来た来た、このうまいよな。来たが、なんだよ、せっかく乗ってきたってとこなのによ。ここ廊下だから。それにボリュームがすごすぎて八神が何言ってたかもちっとも聞こえなかったから。そうか、じゃあ今度は中入ってじっくり聞いとけ。うん、また今度な。あ、そうだ、お前携帯貸せ。え、別にいいけど。と、はい。うん、いたずらするなよ。よしっと、俺のアドレス入れた。お前のももらったからね。あ、そう、だったら交換しようって言ってくれればいいのに。おめえが取れえから俺が入れてやったんだろ。こういうのね。いいよ。まあ、ヤガミともそのうちメアド交換しただろうから。おめえが取れえから俺が入れて。まあ、ヤガミともそのうちメアド交換しただろうからいいか。ごめん、足当たった。うちに入りたくなったらいつでもメールよこせや。オッケー。軽音同好会歓迎するぜ。言っとくが、俺は音楽に関しては容赦しねえから。じゃね、今度は迷子になるんじゃねえぞ。ああ、ありがとう。軽音同好会か。多分きっと入らないな。ここだ、保健室。失礼します、生徒会から蛍光灯の交換に来ました。日当たりめっちゃいい。どうもどうも、保健室。いや、わー、
アニメで見たことあるこの人。あ、どうも。白衣を着てるってことはこの人は保健の先生。生徒会からってことは新しい生徒会長ってのは君だね。はい、1年生の朝比奈勇気です。そうか、僕は保健医の松岡仁。よろしく。松岡仁さん、よろしくお願いします。保健の先生も男なんだな、ちょっと残念。あれ、その机の上にあるの校内新聞だよ。休み時間に生徒が持ってきてね。これのおかげで君のことを知ったんだよ。どうも。そういえば君も運がいいんだってね。はい、それぐらいしか取り柄がなくて。ん、今君もって言ったけど、他の他にも、いや、どれの他に他の他に、どれも、ちょ、ごめん、読め、俺の他にも運のいい人が取り柄の生徒でもいるのかな。ケイタだよって。失礼します、松岡先生。来たよ。あの理事長に、え、朝日野くん。ケイタ、はい、大人っぽくなってさ。あ、いや、驚いたよ。まさかここにいるとは思わなかったから。蛍光灯買いに来たんです。あ、そう、そうなんだ。ところで今理事長って言いましたよね。え、ああ、聞こえてたんだ。俺理事長に会いたいんですけど、どうすれば会えるんですか。それはどうしてそう思うんだい。俺をこの学園に入れてくれたのは理事長なんです。だから一度直接会ってそのお礼が言いたいなって。ああ、それは、うん、そうだね。朝比奈君、お礼ということは前に何かの形で彼と関わったことがあるのかい。はい、2月くらいに電話で話を。2月。実は俺の家に入学許可書が間違って届いたんです。それを知らせに電話をしたら、たまたま理事長が出て、それで話をしているうちに俺もこの学園に入らないかって誘ってくれたんです。そのおかげで俺はこの学園に来ることができました。だからちゃんと会ってお礼が言いたいってずっと思ってて。君が電話で話したのはおそらく3代目の理事長の鈴菱直くんだね。鈴菱直。残念だけどその方はもう、え、亡くなられたよ。え、そんな、まさか。3月の頭のことだ。心臓の病気が急に悪化してね。3月。俺が話して1ヶ月も経たないうちに。そうか、君は彼が最後に選んだ生徒ということになるんだね。今の理事長は4月に就任したばかりの人なんだ。ああ、だから今の理事長に会っても意味がないかもしれない。そうですか、俺が言いたかったな。残念だったね。はい、でも君の感謝の気持ちはちゃんと前の理事長にも伝わっていると思うよ。そうかな。うん、俺はそう思う。それに理事長も朝比奈君が悲しむよりもこの学園での生活を楽しむことを望んでるだろうし、自分が選んだ生徒がこの学園を満喫してくれたら嬉しいはずだって。そんな風には考えられないかな。けえ、大事こと言うな。伊藤先生。僕も伊藤先生に賛成だな。はい、そうですね。俺もせっかく入学できたんだから今の学園生活を頑張ります。生徒会長にだってなったんだし。そう言ってくれると俺も嬉しいよ。でも頑張るのもいいけど、無理しすぎには気をつけるんだよ。具合が悪いと思ったり怪我をした時にはすぐにここに来ること。いいね。はい、ありがとうございます。でも安心してください、体が丈夫なのも取り柄なんで、お世話になることはないと思いますから。そうだね、そう願ってるよ。それから怪我や病気でなくてもここには気軽に来てくれて構わないよ。悩み事があったりサボりたくなったり、どうしようもなく眠くなった時なんか。へえ。はい、どうしようもなくなった時にはここに来ますね。こういうね、保健室あったらすごいいいよね。うん、それじゃあ学園生活を楽しむためにも早速生徒会の仕事を頑張ります。切れてる蛍光灯ってベッドの上のですよね。ああ、朝比奈君、そこには今寝てる生徒が。え、トモ。運命なんじゃない。ん、さっきの授業でいないと思ったら。うん、ユキ
大丈夫か？どっか調子悪いのか？別に眠いだけ。サボりかよ。こんなところで寝てないでちゃんと授業出ろよな。眠いんだから仕方ないだろう。まったくしょうがないやつだな。それじゃあ俺はこれで失礼します。ご苦労様。そっか、俺をここに入れてくれた理事長って亡くなってたのか。ちょっとショックだよな。でも俺は理事長が最後に選んだ生徒なんだ。うん、頑張ろう。それにしてもまさかあんなところで友が寝てるとは思わなかった。いつも眠そうにしてるけど常連なのかな。さてと、これで頼まれた場所は全部回ったな。よし、生徒会長初仕事無事終了。ただいま戻りました。ああ、じゃあ次回ここからで。